マジックスのチュートリアルへようこそ。このチュートリアルでは STL ファイルとは何かをご説明します。STL ファイルとは三角形で構成された三次元モデルです。各三角形は3つの頂点情報とこの矢印のような方線で成り立っています。方線は三角形の向きとどちら側が表か裏かを定義します。3D プリント時には方線の裏側に材料が出力されます。 CAD ファイルと STL ファイルを比べてみましょう。まず、CAD のデータはパラメータで定義されます。一方、STL ファイルは三角の頂点と方線を持つ三角形で定義されます。CAD ファイルはより正確な形状を定義し、STL ファイルは三角形でおおよその形状を定義するとも言えます。CAD ソフトウェアは従来の製造方法を前提としているので、 パーツの内部、外部領域といった 3D プリント時に必要な情報が含まれていませんでした。STL ファイルにはその情報が含まれるので 3D プリントで使用されるファイルとして標準となりました。以上、このチュートリアルでは STL データについて学んでいただきました。他のマジックスのチュートリアルでもぜひご覧ください。